はい、さまありがとう。というわけで、今からというか、配信特典自体は23時半から帰るんですけど、あのレッスンが終わって帰ってきたなので、ちょっと30分遅れてしまったんですけど、けいちゃんこんばんだい。かわいい手打ち、いい子いた、いた、絶対かわいいわね。メイさんとかも今配信始まったと思うから、レッスンお疲れ、ありがとう、レッスンお疲れ様、ありがとう。そう、レッスンだったのでね、今日は大丈夫ぶつけただけ。おつおつ、ありがとう。マサオさんハートありがとう。メイさんまだか、今でも3人で帰ってきたので、そのうち支度ができして始まると思います。目がかゆい。30はそう、ライブが2回、リリースイベントが2回です。マサオさんハートありがとう。ありがとう。久々に土日全部、おーからの名古屋やったね。こりゃ来たな、楽しみだ。というわけでですね、マサオさん音符ありがとう。ラン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 。というわけで、25時までオンラインリリースイベントなんですけど、今日は全員パジャマということでね、今日は白です。イエーイ。皆様カウントありがとう。しかもレッスン終わりで、あの髪の毛もストレートだし、なんだろう、オフっぽい。そんなことない。サマイスこんばんだい。活動2000日ね。いや、あ、てか言われなかったら全くそんなの知らなかったからさ、嬉しかった、ありがとう。ちょっとだいぶ夜だったけどだいぶあのギリギリの時間だったけどありがとう、嬉しかった。マサオさんありがとう、いっぱいアイテムを。これは何なんだろう、ハートの充電みたいな。帰宅して着替えて偉い。ストレート、そういうストレート、イエーイ。Pさんが、あ、そうなの、キャメだかと思った。2000日おめでとう、ありがとう。そう、ツイートありがとうね。アラちゃんこんばんは、2000日おめでとう、ありがとう。1月もケーキアンキャル、そういうことか、そういうことだったね。だからずっと、なんだろう何を言ってるんだろうって思ってたの。そういうこと、全然何も分かんなかったから何の用意もしてないんだけど何の用意もしてないよ。2000雨ありがとう。え、全然何の何のあれも、まさかさ、分かんなかったから。まあそんな、ここら辺で一回ね、今日のパジャマっていうか部屋着なんです、部屋着ですね。白のあの、なんだろう、こういうのってなんて言うんだろう、カーディガンなのかな、部屋用、部屋用カーディガンというかルームウェアなのかな。これはケーキ食べたいよ。マサオさん梅ありがとう。お花ありがとう。今日で2000日ですって、すごいよね。2000ってなんだろう、2000日でしょ、すごいよ。1000を往復しちゃってるからね。頑張ります。なんかこんな
2000日気づかなかったから言われなかった。本当嬉しかった。ありがとうございます。これからも頑張ります。まだ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 いっちゃいます。パパさんこんばんは。深夜こんばんは。タラシオこんばんは。嬉しい。2021年に2021日目ケーキ、え、いいじゃん。明日じゃん。それ明日じゃん。じいちゃんおめでとう。ありがとう。パチパチパチ。嬉しいね。こうやって2000日なの。そう、2000日だって。2000日って何よ何よ。マシャオさんありがとう。いっぱい可愛いもん。ハートも。明日で、え、明日じゃないの。あ、そっか、あと21日後ってことか。あと21日も我慢しなきゃいけないの。やだー。オッケー、じゃあ忘れないように言って。次行けちゃいますか。まだ、うん、全然。まあね、頑張るよ、体力がある限り。26歳、体力まだいけます。21日ケーキお預けになった。ピエン。2月17です。絶対忘れちゃうんだけど、そんなの。ワンマンの3日後ね。 OK、 頑張って覚えとく。あ、いいですね。今日は白です、全部が。イエイ。すごい、ボタン閉めてないのバレちゃったね。危ない危ない。ちゃんとね、自分が立ち上がるっていうこと予想しとかないといけないね、こういう。じゃん。てててててて。やめないでください。やめないよ、全然やめないよ。足だって足投げたね。おやすみ。カレンダーにケーキって入れました。それ忘れないね。小原さんこんばんは。人とも共にはないない。こんばんざい。あ、そうだよ、足が出てるよ今日は。転ばないかドキッとした。さすがに今自分の部屋だからね、転んでない。パジャマオンラインリリーブです。ずるらしく可愛い、素敵、本当。でもあれだよ、夢を壊すことを言うかもしれないけど、毎日こんなのは着てないからね。普通になんかトレーナーを着て、おパンツいつ出たりとかしてるよ。こんな毎日可愛らしいの着てません。ごめんね。一つのグループ2000日活動できるドルなかなかおらんやろ。褒めて。ここ以外でジリはやることはないよ。落書きサメ見て、お、届いたのね。小原さんありがとう。初落書きサメありがとう。ちなみに言うとね、ジリアはもう眠たいだよ。え、そう、はぁ、はぁ、寝たくなっちゃった。でもこちらはね、左上のクスパニックストアから本日のシャメチェック、チェックじゃない、チェミシャメ、落書きシャメ動画などゲットできます。継続は力なりやな、ね。よかった、続けてこれて。これからも楽しみだわね。そう、一緒に楽しんでいこう。楽しむことが一番大事だからね、何事にも。分かってるわい、おじさんは。分かってる。そう、楽しいと思うことが一番だよ、人生は。一度きりだからね、ジュランのアイドル人生も一度きりだからね。毎日毎日を大事に生きていきます。
じゃじゃん、オンラインリリースイベントの特典1枚でメンバーの写真1枚、2枚で落書き写真、チキは今やってないっていうかお家なのでやってないです。で、落書き写真終わり20秒ボイスメッセージ3枚で20秒動画、4枚でメンバー全員写真なってます。せやな、そうだよ。だからね、よろしくだ、よろしく頼んだぜベイベー。今日はあれだね、2000日活動2000日写メですね。頑張ります。新メンバーも入ってきてね、どん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 新しくなるパンダジャパンですが、そしてね、どん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 若い子が入ってね、負けないようにしなきゃね。よろしくお願いします。これからも頑張ります。せやな続き、せやな、若い子だらけやなよ、本当に。20歳つらい子だらけになってきてる。もうどうしよう、大人の魅力ということでね、フレッシュさはない、フレッシュさはもう 100% 負けるけど、大人の魅力は、大人の魅力があるのかわからないけれど、大人の魅力は負け、フレッシュさは無理だよ、もうさすがに負けます。負けない、うん、気合とかは負けない。2000年代前ね、本当にそれだって新しい子とか私の妹よりも年下、もう信じられない。信じられない。ケイちゃん大人か、そう大人か、勝負なのか分かんないけど、あの、そう、新しい子に、新しい子はやっぱ新鮮だからね、みんなあのホイホイとなるだろうけど、大人かわいいで勝ちます。なんだそれってなるかもしれないけど、よろしくお願いします。今日よろしくお願いしますってすごい言ってる。サマーウォーズかな、めちゃずつお願いしますって言ってるけど、2000日嬉しいね。2000日、どんな人が入っても G が一番だよ、多分それでいてほしい、本当に。あ、だめ、待って、普通にジリもお菓子食べようとしてた、危な。無意識にもお菓子食べようとしてた、危ない、ダメだよ、危な。田中おいしが買ったんなでしょ。ちょっとさ、若い子がいいって言われたらジュリアもう、あ、私じゃ無理だってなるけど、ジュリアにはジュリアにしかない良さがきっとあるから。どんな人、あ、言うな、ジュリアは田中おい大丈夫ですね、ジェちゃん無敵だよ、どんどん進化する。さっと食べ今今ほんと無意識にね、あの開けて食べようとしてた、話してたらなんか食べようとしてた、危ない危ない、もぐもぐ配信危ない、普通に食べようとしてたわ、ダメだよ。何は、ほんと反動的に教えることひざもないから安心して。そうだね、ジレがこの家を出ない限りね。無意識だからカロリーとして認識されないぞ、危ないよね、されないよね。普通に食べようとしてたんだけど。45名ありがとう。4545名ありがとう。45日45秒、何ができる、やったね、着々と日数を稼いでいます。毎日配信頑張れー、切れるなー。45名ありがとう、やったね。
お様ありがとう。こちらのねオンラインリリーベパジャマオンラインリリーベは25時まで1時までの配信となっております。よろしくお願いします。やめたくなっちゃったよ、やばい。なんだろうね、2000日、なんか感動的な話とかしたいけど特にないな特にないな、ないかもしれんな。なんかあるかな。特になんか感動させられるようなエピソードがなかった。シルコーデに、あ、そう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 、ネイルが変わったからね。朝日じゃ定期的にネイル変わるで有名。ミルクティーと水色、淡い感じ。今回はパッと見あんま分かんないけど、なんかね、時間あったら行きたいんだよね、ネイルしに。でもさ、ネイルしに行ったらまた次もさ行ってさ落としてとか言うか、毎回行かなきゃいけないからさ、そんな時間があるかなって思って。ないことなかった、チンタポヤ。なんかなんあるかな。水色素敵に、そう、薄い水色なんだよ。多分2度塗り3度塗りしたらね濃くなるの。でも一度塗りにしてみた、薄い。45日おめでとう、ありがとう。なんだろうな、あ、3 急な話だけど、30日は、リリースイベント2本やって、31日には名古屋遠征に行きます。で、1月のライブ終わりなんですけど、1月31日は都内で、都内じゃない、神奈川かで、対バンもあるので、私は出演しないけど、もし行く方いるよって言ったらお待ちしてます。デコローション、デコレーションとかしたらダメではないけど、やっぱさ、ライブ的に扇子とか、持つし、あと普通にこの何もしない状態でも爪がよく私折れるんですよ。ぶつけたりとか、床に手ついた時にガッてなって折れたりとか、こう何、やっぱ私端っこで踊ってることとか多いんだけど、なんかね、壁とかぶつけちゃったり、扇子とかで当たっても爪が折れちゃうから、結構折れやすくて、だから多分つけたらもっと邪魔になっちゃうかなと思って、ライブに自分が支障出そうな気がして、それだったらしない方がいいかなみたいな。今日のメイク好きです。正直言うとね、今日レッスンだったんですけど、マスクをしてるんですよね、こうやって。で、今日夜のオンライン正直言っちゃうと、今日夜のオンラインリリーベのことを朝すごい抜けてて、今日はお肌を休める日だと思ってメイクをしなかったの。目元だけマスクだから、まあ、目元だけちょっと少ししとけばいいかなと思ってしてなかったんですよ、忘れてて、オンラインのこと。で、さっき帰ってきて急いじゃったから、メイク薄いっていうか、なんか色がついてない、リップ以外顔に薄いと思う。よくそう、ぶつけちゃうから、そう、危ないね、そう、危ないから、本当は可愛いネイルとかしたいんだけど、そう、でもたまにパールとかつけたりはするけど、ほんとすぐ取れちゃうの。だから色で、でもなんかネイルはしに行って色だけとか行こうかなとか思ってはいる。パジャマコーデ、そう、でもそう、パジャマコーデだったから、髪の毛もそう、髪の毛も今日レッスンだけっていう気分だったから、
いつもはこうカールアイロンでね、こう手打ち巻きとかしてるんだけど、それもせず普通にストレートで行ったので、パジャマって考えたらいい感じかも。ほんとだ。でもユキ、そう最近なんかたまにメイク濃くてさ、薄いのもいいです。ほんと濃い派じゃん。だって自分ビコランカズに買っちゃった動画、お、ありがとう。何動画だ、何動画がいい。おうちか、ユキでしょう。おうちかあるかもしれない。あるかな。私多分さ、あくび出せる選手権とか優勝できる気がする。すぐあくびする選手権はい、ある第1位なりそう。元が好きです。でもジリアはすっぴんだと全然こんなにこんな顔してないよ。割と違う。早しゆきぽん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 、早く変えよう。でもうち絶対変えないよね。早く変えようって毎回配信で言うけど、買えないから多分買えないと思う。コメント、洗面の質が上がりそうなお休み動画で OK OK ローラ任せて。次は睡眠向上委員会だから。もう週末名古屋行くのか、早いな。変えようって言ってから1ヶ月くらい経ってるね。知ってる、どっかで見たことある、あげたことはあるけど、顔が違うよ。目の大きさが全然違う。メイクをしたとメイクをする前では目の大きさが全然違う。しじみみたいな目。週末頑張って頑張って。名古屋のねライブメンバーもいつもとはまたちょっと違う感じになってて、レアな感じも見れると思いますので、ぜひよろしくお願いします。リリースイベントもあるのでね、なんかまたスペシャル特典とかねできるのでは、まだは決まってないと分かんないんですけど、できるのではないかなと。とりあえず今日は職場に遠征なのか、結局そうなの、結局帰れず。頑張れ、無理しないで。なんか今の時期のお仕事忙しいから、みんな倒れないように頑張ってください。頑張っているのに頑張ってというのはあれですが、無理をせず。ねえ、やばい、ここにお菓子があるから食べたい。甘いものが食べたい。食べていいよ。でも今配信してるからどうぞ今配信してるから我慢してる。一面が可愛くて食べれそうな声なので大丈夫。頑張れ。アフターヌーンティーの時間食べていいの。食べたい。みんなは今何してるの。布団の上から見たりしてるの。寝る前。でも1時だとしたら割となかなかだよね急に曲流す。パソコンの前に性欲さ、あ、それ半分塗ってるやつだ。ゴロゴロしながら配信見てません。あ、
こんな時間だからね。氷結飲んで、あ、お酒飲んでるじゃん。すごい大物だ。そうです、私がセリフ言ってるジュリアです。みんながさ、たくさんさ、聞いてくれたりさ、ツイート見てます、ありがとう。CD もたくさん配ってね、周りの人に。朝通勤で聞くと気合入るわね。でもなんかやっぱさ、ライブはライブの良さがあるし、CD には CD の良さがあるよね。ジュリって絶対氷結の缶バコバコやる人だと思う。バコバコって何？何バコバコって。たっときゃー。たくさん配ります。配って。そう。やば、またお菓子開けてる、やば。無意識にお菓子を触ってる。手の届かないとこに置こう。氷結の缶って表面をして凹むの。え、そうなの？バコバコ押してそうってこと？どんな人よ。あ、皆さんさ、ナタリーの記事読みましたか？そう。なんでやりそう？やったら何なの？やったら何なの？感動しました。アイカさん、ジュリアが真ん中ジュリアが真ん中にいるみたいなさ、笑っちゃったよ。読んだ？読みましたか？かかってこいや。そう、いい写真ね、いい写真だよね、あれすごく。まだ読んで読んで、それはいい記事だった。よかった。それはアップルパイの記事ですか？じゃあ、むしろ手打ち、いい子、手打ち。それはうどんですか？ちーちゃん、面白い。なんか、やばい、ほんと、卒業で面白い、卒業しなきゃ。あそこだけプリントして、言ってたよね。入れてよ、ほんとに。額縁にして。Yeah.
ちいちゃん面白い、テアちゃんのためのクレヒン。まあ、ちいちゃん面白いは作るか。ここが好き。ここのふみの歌が好き。面白い人卒業するって言ってから1ヶ月くらいね、もうなんならさ2ヶ月ぐらい経ってるよね、きっと。なーに、野暮なこと言ってやんで。ふみちゃん自分でも言ってたけど歌声、え、マジ大好きなの、あそこ本当にもうずっと伝えてる、あそこのふみが好きだって。ひがみとのてはのエルデリバリー歌ったら泣くんだけど、よく歌えるね。いい歌だよね、歌詞が本当にいい。エルデリバリーもいいの、本当に全部最高、毎回最高更新するバンザイジャパンってすごくない？いい曲だよね本当にいい曲。納得のトリプル、そうね、それわかる、本当に。どうにでもなるさ、もう一度笑顔を見せて。なんかさ、ここのパートさ、あの一番のもう一度声を聞かせてがふみで、人々の出会いの歴史がめいさんで、もう一度笑顔を見せてが私なんですけど、なんか急に自分になった瞬間にね、子供っぽい声が聞こえるから、本当に歌が上手くなりたい。ふみさん、ふみさんだって、ふみのなんかさ、こうなんかこのビブラートの感じとかする。でめいさんのこうまっすぐに通る声も好きなのに、急にさ最後のさ「もう一度笑顔を見せて」ってさ、なんかそこを、そこのねレコーディングするときに、この何すごく私は歌がうまいんだっていう風に撮ったんですよ、私このすごくもうこういう感じ、なんかわかる、ディーバ、ディーバっていうのみたいな感じで、私は歌姫みたいな感じで歌ったそう、私は歌姫みたいな感じで歌ったのに、メイさん、ふみとメイさんの聞いた後に自分の聞くと、あれ？あれ？ってなった。なんかおかしいぞってなった。っていう。30年一緒に笑おうよ、フグですね、いいよね、歌手、歌手じゃない、歌詞。このね3曲も皆さんたくさんたくさん、ほんとここの声帯欲しい。3曲とも愛してください。ミークリーに向けてね頑張ります。残るのが
あと何回だ。1、2、5、1、2、あと5、6回ぐらいかな。よろしくお願いします。さいよ、今日でコマちゃんとのラストレッスンだったんですよ。しかも都内でのライブ31日がコマちゃんラストなんですけど、私名古屋にいる。悲しい。まあね、ライブ出なくなるだけじゃないんですけど、名古屋から応援している。おう、そうなの。30がで全く出なくなるわけじゃないけど、たまにしかもう会えなくなっちゃうから。誰もが理想へ恋恋、あの頃の夢を掲げてる。それでもたまにくじけそうになる。たまに会えるだけまだいいよ。まあ確かに。でも長野とさって考えるとさ、寂しくなるね。本当にそう、たくさんコマにはさ救われてきたからさ、寂しくなっちゃうな。このリマ大好き。コマちゃんが長野県の仕事バンバン持ってきてくれそうね。長野ライブしたいね、絶対。長野なんて全然遠くない。まだ近い方ではあるけどね。まあ確かにそう考えたら近い方ではあるけど、寂しくなっちゃう。今日も明日もその次も。このリマいいよね。なんかさ、あのいいなって思う。本当に歌が上手な人聞いててさ、はい、いいなっていつも思う。一生あそこリマがって、あそこやばいよね。あのなんかさ、リマってリマに、まあどのメンバーもなんだけどさ、その人にしか歌えない歌い方があってさ、真似できないじゃん。でなんかジュリアはさ全然違うからさ、その綺麗に歌えないし、あのなんかいいよね、うまい、みんなうまい歌が羨ましい。日本に遠い場所はない。でも飛行機の場所だと遠くない？ジュリあんまりさ、そんななんかなんだろう、日本全国行ったことあるわけじゃないからさ。沖縄行きたい。沖縄、沖縄県に行きたい。沖縄市行きたい。ケイちゃん、ジュリちゃんの歌はジュリちゃんにしか歌えないんだよね。ありがとう。言わせた感あるけどね、今ジュリア。
ワンダーじゃん、ちあちゃんしかの歌でも本当にある。むしろ飛行機で行ける場所は近い。あ、まあそっか、確かに飛行機で行けば、飛行機確かに。じいちゃんの歌が行けるの幸せ。本当嬉しい。今言わせてるタイムになってるよこれ。じいちゃんめんどくさいタイムだ。いっぱいあるわ、本当に。それは嬉しい、ありがたや。じいちゃんボイスだけ耳に入れておきたい。入れてよ。ねえ、もしかしていい話してた。うーん、どうなんだろう。ここ好きみたいな話かも。ジジの歌声好きだよ。本当に照れちゃうな。照れてやめてほしくなる。出た。お腹いっぱいになっちゃうやつ。なんか言わせるっていう感じ出ちゃう。このタイム、このさ、ジュリアのさ、タイムはさ、言わせ、はい、みんな今からジュリアちゃん褒めてねっていうさ、空気感出しちゃうからさ、空気読んで帰って、そう、その空気を出しちゃうから、ジュリアが。ジリパートの月さんもう伝えてきてる。そうね、そうだね、嘘はつかないよ、信じてる。でも本当にね、そう、みんなはきっとさ、そのジリアのことが好きだからさ、そう言って、ほんと旗から見たらさ、全然さ下手だしさ、リズムも取れないしさ、音も取れないからさ、いつもライブでさ、あのライブのさ映像を見て反省するときに、またなんか音ずれ取れてないし、リズムも取れてるしってなるの。私本当にね、リズム感がないんですけど、本当になぜ。どんだけもう本当にリズムが取れないから、もうずっと音だけを聞いて家で練習するんですよ。でもそうすると歌えるの。でもライブになるとなんか聞こえ方とかも変わってくるし、もう分かんなくなっちゃうの。なんでなんだろう。そうね、リズム噛んじゃいそう。リズム感、リズミ感、そうだね。久しぶりに10枚来た。なんでもないです。しっかりここにね、記憶が残ってるから、なんでもないことはないんだけど、毎回ねライブで音外すし、リズムも取れてないからさ、いや、なっちゃうのよ。はあ、こう見えてピアノやってたんだけどなって。実はピアノ習ってたのに全然それが活かされてない。どうなってんの自分。ピアノ習ってたよね、ヤマハ通ってたよねってなるぐらい。あ、でもそうなの。え、何がピアノ。私ヤマハ通ってたんだよ。こんばんてい、おしめん、やっほー。なのにこれ。本当に習ってたはずなんだけどなと思って。どこ行ったんだろうその時のあれは。
小学生の頃にヤマハ習ってたピアノ。だから実はあの合唱コンクールとかさ練習あるじゃん、パートのでなんかソプラノアルトメジョとかでさ分かれたりするときのさあの伴奏みたいなのやったことあるんだよ。全体のじゃなくてそのグループ分けでのこう練習のときのあるんだよ。けど習ってた、私が習ってた習い事はサッカーとピアノだけだけど、塾だけ。そうだからサッカーとピアノを小学生の頃は習ってました。前もピアノ、え絶対嘘じゃん。絶対嘘じゃんそれ。本当に弾けるの？ジリは、なんだろうな、なんか でもジリもやったのはサッカーとピアノだけ。体験はたくさん行った、バレエ踊る方のね、こういうトゥー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 のバレエ、バイオリンとあとなんだっけ、習字とダンス、バレーやってました。ボールの、バレーボール大嫌い。下手くそすぎて。バイオリン、そう、もうは幼稚園の頃一日体験だけ行って習わない、何もやってなくて受かったっぽい。自由で英才教育、何だろう、いろいろ体験だけは行ったね。でもどれもあのバレエはあのなんかその時はあの小学生だったから、あのみんななんだろう、その見た目がねこうさお団子するのバレエ でみんなお団子されてるからね、なんかもうね目がこうなってたの、こうやってな、そこにいた体験に行った時の子供がみんな目こうなってて、え怖って思ったの、その時に。なんでこの人たちこんなに怖い、もうみんなギュイーンってして、もう本当に目がこうなってたの、お団子して、でえ怖ってなって、治療これに何か吐かされそうになって、でえってなって、やったってなって、怖いしなんかすごい変なの着せられるじゃんと思って嫌でやめた。水泳さん一番得意なの沈まないね、水泳やってたんだ。ジリ泳げない、犬かきしかできない。髪切った、髪切っちゃったからクサクサク、えもう本当に小学生のジリには怖かったの、みんなが目つっててなんかみたいな感じでこうってこう立ってて、なんだこれと思ってやめました。習字はなんだろう、であのえお菓子もらえるんだ、体験だけ行ったけど、よくよく体験やってやりながら、え待ってずっと字書かなきゃいけないのやだなと思って習うのをやめました。テープ
泳げないからプールは。けいちゃん、今ジゼちゃんに行かれてるけどね。じゃーん言わせんなし案件出ました。みんなジゼちゃんにロマンチック浮かれ物でしょ。ローマンティック恋の物につらい。え、そう、でも小学生の頃はさ、お菓子ってなるじゃん。え、お菓子もらえるのみたいな感じでさ、まあ習ってないんですけどね。ダンスも体験に行きました。あの頃ダンス習っとけばな、今頃すごいなんかこういうかっこいいダンス踊れたかもしれないのにな。中高6年間、え、すごい。それは習い事全然死んでなかったな。でも言ってて、でもそんなしてる方じゃないから。でも塾が一番ね嫌だった、中学校の頃は。めっちゃ体、ね、そう、めっちゃ体験だけはするんだよ。めっちゃ体験だけはして、あの、やめてってでやったのがサッカーはもうほんとお兄ちゃんと父がやってたから、あの、もう流れるみたいな感じだったけど、ピアノはなんでなんだろう、なんでピアノもなんで習い始めたんだろう、あんま覚えてない。ピアノは本当にあの習ってたけど嫌いだった、大嫌いだった。ピアノの習い事、あの、何回も行かなかった。ゲーゲー小学校だけ、だってこと、プールの時にあって、気づいたらあと5分です。本日はよく一緒パジャマ、あ、いった、いった、誰の、タラ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 っていう感じで、パジャマ今日は真っ白です。よろしくお願いします。え、ここにホワイトボードがあったんだよ。やられたぜです。よろしくお願いします。あと4分。足、まあ朝日ジュリアといたらね、足みたいなところはきっと 30% ぐらいあると思う。気をつけて。あなたよ、ここにホワイトボード置いたのあなたでしょ。お医様ありがとう。外では寒いので足を出しません。家の中でしか足を出ません。部屋の中でも安心できない。本当にね、ダメよ。一生ドジだと思う。ドジなのか間抜けなのかわかんないけど、足しか勝たん。本当に私のおばあちゃんがこういう感じなの。もう私のおばあちゃんがこういう感じで、私のお母さんもこういう感じ。父は私よりももっと天然なので、みんなこんな感じなんですよみんなちょっと間抜けなんですよ、私の家族は。おっちょこちょ、あ、そう、おっちょこちょいだね、多分。おちょこちょいだと思う。危ねえ危ねえんだよ、ほんと。やば家族だよ。みんなね、あのね、ほんとに、おちょこちょい。おちょこちょい。なんか、抜けてるんだよね。汗生きてるし。いや、ほんとにね、もうね、なんだろう。こ、なんか、愉快だよ。楽しそう。おばあちゃんもこんな感じで、おじいちゃんも変、抜けてるし。
でもそういうとこ好きみたいな感じあるよね。あのすごい、あの楽しいです。私の家はすごいことに、あの旭家の、私の旭家は父母お兄ちゃんお兄ちゃん妹妹なんですけど、全員バカなんですよ。だからあの争い事がない争い事がないんですよ。なんかこれで、あの兄のどっちかが勉強できたりとか、妹のどっちかが勉強できたりとか、もうまあおバカなので、好きだよね。私変かしら、そういう面ではね、とてもあれでした。いいのか悪いのか、いいのか悪いのか分かんないけど、でも人としてダメだったら社会では生きていけないっていう、だから勉強ができなくても人としてちゃんとあれっていう家でしたので、見事に私は勉強ができなかったんですけど、平和でした。あ、1時になっちゃった。こんな話をしてたら、オンラインリリースイベントありがとうございました。まだ少し話そうかな。でも割と自由に育てられましたです。でもすごい自由だった。あれしちゃダメ、これしちゃダメはなかったから感謝してる。おつ、終わりました、オンラインリリースイベントが。お疲れ終わったけど、ちょっと話そうかな。まだ自由はいいよ。そうね、お勉強より大切なことが、でも大切なことしっかりできてるかわかんないんですけどおーつありがとう。おつおつありあり、そう、でもやりたいことをやらせてはもらってきた。まあだから今ね、こうアイドルをできてるっていうのもあるんですけど、肩にはまるとみんな不幸な、なんかそれはね、人それぞれみたいなとこあるけど、まあ私はすごく自由にやりたいことをやらせてもらってきた人生だったので、なんだろうな、感謝をしています。すごく今もめちゃめちゃにみんな応援して、たまにあのよくバンザイジャパン関連の連絡が来るんです。この間とても面白い LINE が父から来たんですよ。みんなに見せたい、面白いと思った LINE が父から来て、面白い、見せられる見せたいので編集しますね。編集するっていうか撮ってるんだ。2000日活動を続けられたのは家族の、そう、本当にそうなの。ありがたいことに、私はきっと反対とかもあるじゃないですか。全く反対されなかったし、あのなんて言うんだろう、むしろちょっと中途半端にやってると怒られるというか、あの真剣にやりなさいっていう、真剣にやりなさいっていうか、なんて言うんだろう、自分で決めたんだからもっとちゃんとやりなさい。あの、ね、この間のラジオで少し話したんですけど、そのあ話したっけ、話してないかな、
そのオーディション受けた時も東京まで私父に送ってもらったんですよ。一緒に行ったんですよ、会場まで。車で父に送ってもらって行ってきますって言って、で帰りに二人で東京でご飯食べて、どうなるかねって言ってたり、あとなんだろうな、みんな応援してくれてます。お兄ちゃんもね、お兄ちゃんは私のことが好きなのですごく応援してくれています。この間来た、あのこのちょっと面白い LINE があるので、今ちょっと iPad からスクショしたので見せて、あの今渋谷のタワレコのビジョンで中野、あ、そう、私のお兄ちゃんはもともと長男がメイさん推しで、次男がひまわり推しでした。チェキを取ってました。そうそうそう、いいご家族、そういいご家族、あの父から LINE 来たのが、あのその私のお兄ちゃんはあの彼女がいるんですけど、でそのお兄ちゃんの彼女が渋谷でジュリアのことを見たよって、その何、父というかまあ家に来てたのか分かんないんですけど言ったらしくて、でジュリアのこと見てよって言ったから、父があの声かければよかったのにって言ったらしくて、でその彼女が声かけられないよって言ったんです、言ったらしくて。配信切れた？これもしかして今切った？ジュリア。切れちゃった配信。今映ってる？あ、戻った？どこまで話してたんだろう。一瞬だけ、あ、じゃ一瞬だけ、それで声かければよかったのにかけられないよっていうので、なんで声かけられなかったかっていうと、何？ビジョン？で、それで確かに声はかけられないねっていう。この LINE が来た時面白って思ってて、まあ、確かに父が声かけたらいいのに、確かに声はかけられました。確かにお父さん返そうだ、なんて返す、アロタみたいな、ちょっとただ頑張ってるじゃんっていうね。結構定期的にね、あと地元なんか、あの前の活動、前の千葉で撮ったテレビとかが流れてたりする時もあるらしくて、めちゃくちゃ平和な、そう、平和な LINE しか来ません、基本は。あとなんだろうな、あのライブガールズジャパンさんとのコラボの T シャツとか、さりげなく注文してるんですよ。届いたよっていう連絡が、ポスターとかしっかり飾ってあるんですよ、部屋に。私のこれとかが、こういう風にね、あの私のポスターとかその T シャツとか、このなんか写真飾ってある部屋の写真が送られてくるんですよ。めちゃくちゃ平和な、そうですよ、しっかりとね、
なので今回のポスターもあげようかなと、家に送ろうかなと思っています。あとは何だろう、この映画面白いよとか、そういう連絡が来たりします。素敵だ。でも娘思いなのか娘のお宅なのか違う、あ、でもバンザイジャパンのお宅ですね。え、ちなみに、あとあれですよ、なんだろう、みんな家族みんな普通に、もともとみんなアイドルが好きなので、家族で一緒にアイドルのライブ行ったりしたので、ハマりやすい、きっとハマりやすいです。あれ？どうだ？こんばんざい。ちなみに私のお兄ちゃんはこれです。私のお兄ちゃんも私のお兄ちゃんもジュリアの一番最初の T シャツをね、着て写真と送ってくるんですよ。ありがとう。私の写真とっていうぐらい家族もバンザイジャパンのファンなのでファンなので幸せに支えてもらっています。でも今本当に全然帰れてないので困っちる。しっかり、そう、しっかりゲットしてんですよこれ。しっかり T シャツとね、ジュリアの写真ゲットしてちゃんと連絡をくれる兄、その1。父親の子供に BGM が聞けていたらキンキンキンが降って口ずさむとき、かわいい、それは嬉しいですね。落ち着いたら、まあ今さ、この時期だからさ難しいけど、帰りたいなと。妹からも、妹とはよくほぼ毎日 LINE をしているんですけど、仲良しなので、で、なんかその帰ってこないの系の話になって、忙しくて帰れないんだって言った瞬間にすっごいそっけない LINE になるんですよ。へえ、そうなんだって、そういうところが可愛い。それまで普通に連絡を取ってたのに、その帰ってこないのって言われて、なんか帰りたいけど今は休みないからなみたいな言うと、急に絵文字出しで、うん、わかったってなるところも可愛い。まあそんな感じでね、15分もオーバーしてるので、そろそろ配信終わりにしましょうかね。長々というか、お昼遅い時間なのにありがとうございました。明日は木曜日なので、公式ルームの配信と個人ルーム配信します。おつ、ありがとう。ではレアで素敵な話ありがとう。深夜限定だね。寝てや、ありがとう。お疲れ様です。おやすみ、人生おやすみ。あ、そして2000日本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。配信ありがとう。ゆくやさん、ありがとう。意見、今日ね、意見3日連続、4日連続だよ。意見しっかりして、頑張って早く来てね。では終わりにしたいと思います。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみ、おやすみ。これさ、マリアの違和感ある、めっちゃ。バイバーイ。